ドリンチェサです。今回はこちら、BT シビルの BT フレンズフォアフォアマスコットグミ、そしてクッキージャムコット見つけたので紹介していきたいと思います。はい、こちらのふわふわマスコットが最新だと思うんですが、ちょっと前にフレンズも発売されて、こちらのクッキーチャームコットは発売日にはま逃してしまったんですけれども、タイミングよくこうフラッと入ったセブンイレブンになんか大量にあってゲットすることができました。一人何点までとかも書いてなかったので、とりあえず7個かな、8個かな、それぐらい買ったかな。大きめのとかね、キャラがこうコンビとかで写ってるものあったらいいなと思ってゲットしました。そしてこちらのグミもなかなか最近お目にかかれてなかったんですけど、ゲリラ的にお菓子の町岡で売ってるところに遭遇したので、こちらもゲットしてきました。はい、グミの中身の方の紹介は別動画でやったことあるので、今回は外側だけ見ていきます。ということで、まずはこれから見ていきましょう。はい、中身をね、知りたい人は、動画の概要欄や、動画貼り付けておきますので、そちらでチェックお願いします。はい、では、半立体マスコット見ていきましょう。これは小さめかな？なんか触った感じちっちゃい。もうちっちゃくても可愛いんですよね。誰が？あー、ジミーだー！めっちゃ嬉しい！ジミー好きなんですよね。グミミヨーンって食べてる感じ。え、これ、すっごい可愛い。ジミー初ゲットです。やったね。続いて、あ、破けそう？大丈夫かな？あ、破けちゃった。中はでも見えない。誰だ？あ、はい、クッキーとマンです。かわいい！ちょっと、いたずらしてるじゃん。かわいい。続いては、こちら。はい、あ、ピリッと取れちゃった。あ、なにこれ！すごーい！パンとタダとシュキがなんか一緒にいる。え、これめっちゃかわいい。ギュッてしてるし。かわいいです。え、こんなのもあるんだ。これ、てっきりね、一人だと思ってた。はい、続いては。あ、ブルー。あ、はい、クッキーです。クッキー、これは持ってるかな？でもいい、でもいい。かわいい、かわいい。そう、こういうパターンだと思ってたら、これが出てくるってすごいびっくりだよね。はい、あとはこちら。あ、これでかそう。え、あー、お休みしてるー。かわいいです。RJ とチミーとシュキです。いいですね。え、お月様バージョンとかこれ。めっちゃかわいい。大事にする。かわいい。これね、ほんと何が出てくるかわかんないけど、全部かわいいんですよね。続いては、誰だ？誰？金色。これ初期じゃない？かわいい！何これ？すごい！え、バナナとトマトと、これもトマトかな？青いトマト。いやーんみたいな顔してる。めっちゃかわいいです。はい、こちらはラスト。あっという間じゃん。あっという間だけれども、どれもかわいいです。さあ、ラストは、RJ とコヤと初期だ。あー、すごーい！これもかわいいです。はい、もうね。まっすぐ取れば被らないだろうってことで、適当にもうまっすぐそのままこうゲットしてきたんですけど、そのおかげか全然被んなかったですね。よかったー、嬉しいです。やったね。では続いてクッキーチャームコット行きましょう。さっきのラバマスグミはほんのり触った時に、あ、これはきっとこうだろうなっていうのが予想できたんですけれども、こちらの方は予想ができません。さあ、触ってもね、なんかこう箱みたいなのに触れるだけなんですよね。んで、ガムが1個ついてんのかな？さあ、行こう。これは？あ、ガムがこうやって入ってるんだ。この部分にあります。で、ラインナップ15種類がここに載ってますね。それぞれ普通バージョンとドリームバージョンっていうのがあるそうです。この寝てるような感じかな。あ、タタが出てきました！かわいい。本当にクッキーにアイシングしてるみたいなデザインだ。すごい。続いては？続いては？これも？あ、寝てるけどタタだよ。はい、揃いました。すごいかわいい。え、寝てるのいいなぁ。寝てるの。続いていきます。これだ、あれだ。あ、集合バージョンだ！やったー！やったー！めちゃくちゃ嬉しい。みんな集合してる。ちょっとライン入っちゃってるのね。なんか、
悲しいけど、でももう全員集合だからいい。大事にします。え、かわいい。続いて行きましょう。え、これちっちゃい。誰？あー、クッキー寝てるー。かわいいです。おやすみバージョンの方、ドリームバージョンの方ね。はい、そしてこれは、まだある。はい、シュキです。シュキいいね。なんか一個膨れてるけど。かわいい、かわいい。重さで出てきた後に言われてみればほんのりこれのは重かったかもっていう感じなぐらいで、あんまりわかんないですね。まあもう大きいのでちょっと重めだったんですけれども。はい。かわいいです。かわいい、かわいい。ドリームバージョンの方がいいと思ってたけれども、全然そんなことない。どっちも可愛い。そしてマンもセット揃いました。え、おしまい？あと一個かな？あと一個です。え、個人的に欲しいのはあの、小屋のおねんねなんですけど、あとチミのおねんね。チミ欲しいな。チミー！チミー！やったー！可愛い！やったねー！はい、ということで、なかなかいい感じに出てくれました。よかったです。どの子も可愛いんですよね。はい、ではクッキーチャームコットとラバマス開けたところで、続いてふわふわ行きましょう。ふわふわのね、仕上がり具合がちょっと気になっています。さあ、誰が出てきてくれるかな。欲しいのはコヤとチミと RJ かな。あ、クッキーもいいけどな、そこらへん。さあ、誰が来るかな。はい、安定のタタ。別にいらないわけじゃないけどさ、私この子に遭遇する率がめちゃめちゃ高いんですよね。ウケるんだけど。あ、手触りはめちゃめちゃいいです。ふわふわで偏りもなく、しっかり全体的に綿が入っているので、あの顔がひん曲がったりとかっていうこともなくて、イラストというか写真で見るよりも可愛いです。これはいい。はい、そしてこちらのぬいぐるみ、本当に大きくて、この箱いっぱいぐらいの大きさがあるので、こうやってね、カバンにつけた時のボリュームっていうか、インパクトがすごいあると思います。すごい。大人の手のひらと重ねてみてもこれぐらいだと十分じゃない？すごーい！これ、大当たりな感じ。さあ、続いては誰かな？もう同じじゃなきゃいい。キャラをね、一人三個までだったから三個しか買えなかったんだけど、やった！ RJ です。かわいい！かわいいよー！たまらん。はい、RJ、お座りポーズがね、身長高めだから多いこともあるんですけど、こちらは立ってますね。はい、ここが立体的だったら最高だったけどね、なんかこう巻いてあるとか。これはもうプリント的な感じになってますけど、まあまあ可愛いです。こちらも結構たっぷり入ってるので、ボリュームありますね。中に粒ガム1個入ってました。これはイオンのお菓子売り場に普通に売ってたんですけど、お一人様3個までで、朝一行ってゲットできたんですけど、夕方子供のちょっと習い事で近く行った時にはもうなかったですね。で、まさかの RJ かぶりなんだけど、かぶりってある？まさかの展開です。ということで2個目ゲット。マジで？ 3 つしか買ってないのにかぶっちゃったよ。重さは変わらないので、わかんなかったです。どれに何が入ってるかなっていう予想はつかなかったので、はい、みんなも。見かけたら買いです。もう、多分一回見てなんだ売ってるじゃんって思っても次見たらないので、欲しい人はその時にゲットしましょう。はい。では、行きましょう。BT シビルフレンズ行きまーす。これはソフビーですね。あ、でかっ！でかいです。これも箱いっぱい。ちょっと普通のソフビーよりも高めで、まあ、ね。BTS のだしなと思ってたんですけれども、でかい中身が。これは満足でしょ。飾っててもインパクトあります。玄関とか、そういうところに、窓際とかに全部揃えて並べておきたい感じ。
これは個数制限はなかったのでね、セットでゲットしていく人が多かったんですけれども、箱に入ってるのがどれだけかな？少ないのが、小屋と手記だったかな？ここら辺がなくって、なんかタタはいっぱいあってみたいな感じだったので、もしかしたら一つの箱にすごい偏りがあるかもしれないです。はい。では、隣のクッキーいきます。かわいい！はい。お顔もバッチリです。よし！バッチリ！いいね。はい、かわいいです。もうこれぐらいボリュームあると飾りがいがあるというか、飾っててもこう、ちょこっとした感じじゃなくて、しっかりめな感じいいですね。ちみちゃんもちみちゃんも、いくよ！はい！かわいい！お顔傷ついてなくてよかった。かわいい子が来てくれました。よかったよかった。ちょっとね、よくよく見ると手先が、あーって思うんですけれども、まあいいでしょう。まあね、ちょっと個体差あるのがね、このシリーズの難点なんですが、まあいいでしょう。はい、続いてはマンです。あー、マンもぽやっとした感じがいい感じです。はい。かぶり物感がちゃんと出てるのがいいなと思います。ここ繋がってたらね、うーんってなってたかもしれないけど、このね、カポッとしてるところがいいと思います。はい、指とかは入んないようなものなんですけど、で、音も鳴らないんですけど、ちょっと固めで、しっかりした素材で作られている感じがします。はい、ではタタ行きましょう。もうタタね。いっぱいいるけどね。タタ祭りだよ、うち。毎回出るよ。何のおやつ買っても、何のシリーズ買っても出るよ。はい、タター！ハートが滑らかでちょっと触り心地はめちゃめちゃいいです。なんかね、いい、すごい。一番、こう、手に取った時の触り心地はタタがいいです。今んとこ。はい、ホヤ行きましょう。ホヤはもう、かわいいですよね。もうね、コアラ大好きすぎるからね、そもそも。かわいい。あ、でも一番ちっちゃい感じ？もうちょっとぽよんとお尻がこう、あってもよかったかなと思うけど、でもこのお顔大きめバランスがかわいいのかな。はい、寝てます。かわいいです。どんなバランスでね、どういう風に飾るかっていうのも楽しみの一つになりそうですね。あー、初期もちょっとちっちゃめ。あ、でも、後ろから見てもお顔があるっていうのはすごく嬉しい。はい、前から見るとこんな感じ。いいね、後ろにお顔が、ちらって。かわいい。こういう不意打ち的なの大好きです。かわいい。はい、というわけで今回は BT シビルの可愛い商品たくさん紹介してみました。いかがだったでしょうか？お気に入りのもの、気になるもの、発見した人、ぜひぜひあなたも手に取ってみてください。では、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。